で木村涼子さんのこの作品なんですけど、なんとちゃんと箱書きしてくれてます。これは、蓮池ねぶつづって書いてあると思うんですけどね、ちょっとなんか癖のある、現代の人の、なんで崩しっていう感じがする、字ですよね。でも監修するのは基本的にこういう日本美術の形式美をですね、きっちり勉強して自分なりのものにしようとしてる、心意気を感じますよね。なかなかねこういう箱書きとかの作法をちゃんと踏襲してる人少ないです。実は本当は知らないですし、でこういうのってねこうやって箱書きしてますけど、要は掛け軸とか自分で買って勉強しないと分かんないことなんですよね。普段美術館ではこの箱って置いてませんから、画廊に行ってみないと、画廊でもね出してない店がほとんどだから、こういう箱までは買う時に大体初めて見せてくるんですよ。でも箱ってすごいから大事で、僕らが、お客さんが買う時も箱めちゃくちゃ大事ですし、お客様が、ちょっと古いものを買う時もこの箱ってすごい大事ですから、よく見てくださいね。この心眼についてのこともそうだし、この作品の格式も箱で非常に決まるとかありますから、でそれを多分彼女は勉強しててこうやってちゃんと書いてくれてるなと思います。そういうことですね。僕なんか思うんだけど、この今の作家さんも少しでもお小遣いできたらやっぱりね、古いものというのは昭和のもんでもいいし、大正、明治、江戸のもんでもいいですけど、僕らみたいな店とか、京都の骨董屋さんでもどうでもいいんですけども、テキサイドでもいいし、新聞書くでもいいんですけど、菓子美術でもいいですが、ちゃんとその絵を買ってもらいたいですよね。若い作家さんでも5万円でも10万円でも絵を買えますよ。古いもの結構まともなものが、はい、ですので、ぜひですねそういうものを集めて、また古いものも自分の中に焼酎に入れてやっていただければと思います。例えば明治から昭和にかけての偉大にかけてね、安田幸彦というもう膨大なコレクションですよ。今でもね世に出てきますわ、良寛のコレクションとかね。でもやっぱりね、勉強してる人としてない人はね違いますよ、伸びしろがですね。ですので別にこれ絵描きさんに向けて言ってるわけじゃないんだけど、つい言いたくなったので言いましたけど、ぜひですね絵をね買ってみてください。同時代の人もいいですけど、古いものをぜひ買ってみてほしいと思います。だからお客さんも絵描きさんと一緒に、新しいものを買う人も古いものを勉強してもらうとより楽しみが広がるし、相対的に言って安いですよ。六角画を3500万でも買わねえで古美術何点買えるんだ本当に買ってくださいよ本当に。古いものね、河合玉堂なんかもう100万ぐらいか、50万の玉堂だってありますよ。50万の玉堂何本買えるの、いいです、500本ぐらい買えるんじゃないですかということでですね、河合玉堂以外の浦上玉堂、浦上玉堂のちょっと小ましなもんでも多分100万ぐらいかなと思いますよ。多分ね、浦上玉堂は難しいけど、新眼とか、だけどそういうものも含めてね、ぜひ皆さん勉強するほどね、世の中の視野が広がって楽しいですからね。この動画ではお持ちの方で売りたい方の宣伝も、してます。売りたい方、買いたい方、買いたい方はどんなことでも相談していただければと思います。はい、終了。